ベニモンアゲハは、蝶目アゲハ蝶科に属する蝶の一種。熱帯アジアに広く分布する蝶で、和妙踊り甲子に鮮やかな赤の斑点が並ぶ。成虫は、全脂蝶40から5 5トル、海蝶約8 0ト、mm、ルほどで、アゲハ蝶としては小型である。羽は黒いが、甲子の中央に白の大きな斑点があり、その周囲に、 鮮やかな赤ピンク色の反転が並んでおり、和名はここに由来する。講子の反転は、表側よりも裏側の方が大きく鮮やかである。また、羽だけでなく、体側も赤い。死雄の判別はわかりにくいが、メスの方が全体的に色がくすんでいる。インドから東南アジアにかけての熱帯域に生息する。日本にはそもそも分布しておらず。 南方から来た名町として八重山諸島で時々記録されていたが1968年頃から土着し始めた。以後1972年頃には宮古諸島20世紀末に沖縄本島21世紀諸島の時点では奄美群島まで分布を広げている。この分布域の広がりには地球温暖化の影響が指摘されている。幼虫は ジャコ行アゲハの幼虫に告示するが、ジャコ行アゲハは第3.47複節が白色なのに対し、本種は第3複節のみが白い。自然界では有毒植物である馬の鈴草かの、甲春馬の鈴草、琉球馬の鈴草を食草とするが、人工飼育下では他の馬の鈴草も食草とする。ただし、生育途中で与える食草を変えると死ぬことがある。さなぎも、 コ行アゲハによく似ているが、コ行アゲハが中京に朱色の門があるのに対し本種は無地のままである。終年発生しているが、特に冬から春にかけてが、成虫個体数のピーク。越冬する場合は蛹。成虫は鼻によく訪れ、吸水には来ない。白帯ゲハベニ二ン型のメスベ二ンアゲハは、幼虫児の食草である馬のク草類から、 アルカロイドを取り込んで毒化し、敵から身を守る。ベニモンアゲハの鮮やかな体色は毒を持つことを周囲に示す、警戒色である。白帯アゲハパピリオパライツは、未完類を食草にする無毒種だが、この種のメスは遺伝的に多型で、地域によって様々な模様を持つ。それらの中には、ベニモン型と呼ばれる体色のタイプが存在し、 自らの体色を有毒種のベニモンアゲハに似せて敵から身を守っている。この例をベーツ型擬態と呼ぶ。メスの中におけるベニモン型の割合はベニモンアゲハの生息数が多い地域ほど高くなる傾向にある。またベニモン型のメスには変異があり、講子の白斑が全くない個体もいる。ベニモンアゲハと白ビアゲハはどちらも分布が広く、 地域による個体差も激しい。ありがとうございます。